萩生田氏の増税延期発言に与党幹部が苦言を呈しました。なんか幹事長代理かなんだっけんだよな、幹事長代行だと言ってる。私の相談や了解があったわけではありませんから、それは彼の政治家としてのご判断でしょうから。自民党の萩生田幹事長代行は先週、日銀短観の内容次第では消費増税の延期もあり得ると発言しました。二階幹事長は軽々に言及すべきではないと苦言を呈しました。また公明党からも批判が出ています。短観、短期観測というね、アンケート調査、主観的な調査だけをもって云々するというのは到底論外だと思っております。